ようやくやね。ねえ、うん、話は聞いてたけど。ねえ、あんま良くないんじゃない？そう。ちょっと待って待って。ここ、こうしようと思ったら、こうなっちゃった。もうなんか、ちゃんと滑ってたもんね、今。おかしいんじゃないの？うん。でも、ちゃんが関西弁やろ。めっちゃ表示が。じゃないの？おかしいんじゃないの？いや、ちょっと、はい、初めてコラボ。うん、てかもう本当に初対面なんよ、シルク君とはね。そうそう、まあ、でもいろいろ聞いてたし、まあ、やっぱこう今日、うん、バチバチにちょっと戦いたいなと思って。おお、いいっすよ。基本僕勝負事になると負けないたちなんで。正直腹立ってたでしょ、いろいろちょっとバチバチで。まあなんかよく噂では聞いてたけど、まあ腹も立たん、もうそういうな次元でもない、なんか言ってるなぐらいで。でもそれを聞いてまた腹立つしね。いや、言っても互いに YouTube 歴長いよ。長いんだよ。うん、いろんな人聞いたよ。ああ笑っちゃった。まあそうね。でもちょっと一緒に言って、誰が聞いた。まあ消える直前に俺に絶対お前ら越すからなって消えてったのがメグインさん。はい、この人アンパイになりました。本当に言ってきたんだもん、お前ら超えるぞマジでって言って。引退した。うん、全然見なくなった。なんか言わされとるな。言わされとるなこれ。いや全然、俺に何でも聞いていいよ。え、誰が消えてったじゃん。え、シル君事務所。うむ、俺もうむ。うん、一緒にうむうむしちゃうな。うん、誰が消えてった。うむやめてったやつおるやろ。うん、誰。え、誰。渡辺やろ。最後のライン。あとペケタンと。ペケタンは消えてった。ダメ。消えてった、ペケタンは。ダメ。ペケタンは消えてった。一番君が言っちゃダメ。すがすがしく消えてった。すがすがしくダメ。笑顔で去ってった。笑顔で去ってった。笑顔で。それならいい。それならいい。ペケタンね、消えちゃったから。やめとこう、もう。さて、改めて、はい。花野武明です。よろしくお願いします。今回。フィッシャーズシルクです。お願いします。お願いします。ということで、初めてのコラボ。はい。よろしくお願いします。だいぶ古いのに本当に初めてです。でも僕実は2回ぐらい見てるんですよ。え、まずその事務所でその撮影はなかったんですけど、まず挨拶したっていうのと、チラッてあったんかな。はいはいはい。その前にも実はあるんですよ。見ていい？はい。ナンバー8？ あ、そうっす。 US？ はい。の後の打ち上げに顔出したじゃないですか。ちょっと僕その時にいたんですよ。どういう印象でした？何も言わずに帰ってった人。それね、全く同じことを奈穂君にも言われた。ああですよね、僕それも覚えてます。なんかそこで知ってる YouTuber には「おおお」みたいな感じのことを言って、もう何も言わず帰っていった。帰ってったっていう。でも帰ってったっていう、ジェネスワンの時ですね。ああ、そうですね、そのぐらいですね。あの尖り機ですね。あの時尖ってたんですか。なんかウームでなんかそういうのがあるって聞いて、ああれどんな感じ。偵察、偵察、偵察で。じゃあ改めまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。最初ねバチバチやってたんですけど、何をこう揉めてるのか。はいはいはい、そうですね。初対面なのに。初対面なのに、いろいろ聞いて、まあ、互いに後輩の知り合い、なんかこう、顔がやってる後輩が一緒というか。ああ、そうですね。逆に言ったらもうなんか来てくれるっていう感じなんですけど、まあ、多いと思う。よく。はい。そうですね。噂に聞いてて、まあ、それ絡みでっていうのもあるんですけど、今回、バチバチにやりたいのが、大乱闘。スマッシュブラザーズ !64 の頃ね。クルメの方、あのネスが無双してたし、はい、そうですね、バカみたいに強かったですから、TK サンドだけやってるから、はい、あの時ね、黄金期です。いいんですよ、録画でスマブラ出したんですよ。そうなんですよ、あの、スマブラで、互いにマジで聞いてたんですよね。はい、聞いてました、聞いてました。うちは、その片須くんから、やばい、シルクくんやばいっす、みたいな。おー、嬉しい。で、逆になんか聞いてました。そうです、竹焼さんが、しかもキングクルー使ってるっていうのを、もう知ってました。おー、はい。あの、キングクルー使ってるよっていうのを聞いたことがあって、はい、だからクルールかどんな感じなんだろうとは気になってます。はいはいはい。まあじゃあ一戦交えようではないかと。おー、ぜひぜひ。いいっすよ。保護者の監督ですね。あー、そうですね。まあ基本的にまだ YouTuber にはほぼ負けてないので。まあもう自他共に認める YouTuber 最強スマブラーでいいんじゃないでしょうか。そうですね、今のところ、ね、今のところはですね、はい、この数分で変わるとは。まあっていうね、互いにまあ自信があるところで、はい、そうですね。まあ早速本日は、はい、チルク君 VS たけやき、スマブラ対決やっていきましょう。お願いします。たけやき賞。あ、めっちゃ小声で言っちゃった。大丈夫、 OK です。そういうパターンもあるから。とりあえず
ず、はい、何回かやるかもしれないですけど、はい、数年前から噂には互いに聞いてて、はい、まあ、バチバチやったのかなと思ってたじゃないですか。はい、そうですね。いや、思ってたやん。だから、初戦で一回決めよう。あ、一発一発。あー、全然いいよ。いやー、はい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 、ドンキーコングね。はい、それはじゃあ、マケレのピンククルーで。はい、じゃあ、はい、お願いします。お願いします。おーおーおー、ザクレにやられとったな。ロボットで、いつでも。しよう。3、2、1、ゴー。ん？ボタンを忘れた。どこ待ってる？おー、すごい。すっごい。うー、怖っ。トラウマなりする、この顔。しっかり、はい、処理しました。ちょっと待って、らしい。はい。どこ待ってる？来てる？取れてないですか？取れてないかもしれない。おー。じゃあ一戦やってきますね、もう一回。あとでフォロー聞くように。もう俺の負けだって。もう俺の負け。この人強っ。うわ、強いわ。まさか3つのことは僕も思わなかったですよ。三立てか。三立てでしたね。じゃあちょっと、はい、何回かちょっと、こっからね、こっからちょっとだけ、はい、まあでも今回の勝敗はもう僕の完全に敗北です。はい、わかりました。すいませんでした。まあこっからまだまだいいところが出るかもしれないんで、はい、ごちゃごちゃ言ってすいませんでした。じゃあ僕もまだあんまり出してなかったけど。おー、はい、一応、はい、一瞬カズヤ落ちた。なんでか知らないけど。そこまで見てるから。すごいな、本当に情報知ってるな。しかも個人チャンネルの内容。めっちゃ見たもん。なんかザクレーが使うのやめたと聞いた。そうっすね。出てちゃうらしい。気まずそうにするのやめてくれ。
じゃあ、はい、最強と呼ばれる、はい、デデデでいいですか。あ、わかりました。シュウ君、デデデが一番使い手なんですよ。そうですね、オンラインで一番やってるんですね。オンラインとね、あの、うん、実践より、ああ、そうですね、ちょっともう、本物だと思って変わりますね。があるよ。はい。言ったら関西勢、はい、で関東勢じゃないですか。はいはい、そうですね。で、こたつくんとか、はい、あとそれ経由でケイスケとかにも話してたけど、おお。関西と関東やったらどっちが強いみたいな。ああ、それ面白いですね。東西の戦いを。で、そうケイスケも一応今関東やけど、まあ、そう。その話したら関西でチームとしていけるみたいな話とかしてる。確かに。そうですね。大江戸メンバーと。うんうん。いつかリベンジしたい、それ。あー、それ面白いですね。東西スマブラ大会。東西スマブラ大会。あー、それめっちゃくちゃ面白いな。って話、運動方向にもちょっとしてて。はい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 。ただ、あれ、多分、相当慣れてましたよね。いいですよって言ってました。やりたいですって言ってた。ほんとですか？なんで？あと普段僕とやりすぎて心折れてるんですよ。だからじゃない。シルクが味方なんだっていう。そういうの。やったじゃあ、そしたらまた、2グループで。リベンジ。いや、ぜひその際は。はい。4-8も兼ねて。ケースケも引き入れて。ああ、どうぞ。その時までちょっと、はい。リベンジします。わかりました。いただきます。ありがとうございます。いや、乾杯です。ありがとうございます。はい、それでは改めまして、スマブラ王者ということで、もう本当に、はい。認知みたいなものは結構。ああ、してましたよ、もちろん。どれぐらい前から？いや、もう、数えらんないぐらいですよ。もうほぼ YouTube やってちょっとした後ぐらいからもう多分知ってたもん。初期。初期ですね。いわゆる第一世代ぐらいの。ああ、そうです、そうです。9年目、10年とかなんで、多分1、はい、2年ぐらい。ああ、そっかそっかそっか。なんか僕らがやってる時にはもうすでにいたイメージです。かけやきさんはいる。昔馴染みなんやけど、はい、初めて喋るっていうので。そうなんですよね。やっぱ聞きたいこともいっぱいあるな。マジですか？もちろん。この人こういう考え方してるんやなっていうのを、ちょっとなんか吸収してなんか、こう頭の中をちょっと覗きたいなっていう。ああ、はいはい。ましてや、やっぱりこれだけ長く続けててまだ第一線でそのリーダーって、はいはい、いやもうとてつもない。いや言うてもですよ、結構僕はフリーダムな方だと思います。もうちょっとお酒飲みます。お、はい、じゃあいただきます。乾杯。お疲れ様です。お世話です。年齢は今20、なんだっけ、20、多い、20、20、多分8っすね。初めて見たのが多分ハッピーアバーとかやったから。うわ、懐かしい。学生時代の時とかだった。大学生です、僕。大学生って、はい、多分10万人いくかいかないかぐらいの。で、その時見てたのが東海とか真央さんとか、はい、竹谷さんとか、はい、まあ、昔あった中部サザンって、はいはいはい、
それ知ってるんや、しりくん。あの時期見てました。カズキムビッチャポテト、トミキさん。はじめ、トミキさん、ルイ君。そうです、そうです。もうゴリゴリに見てました。やっぱハッピーアワー行った時に遅れてこうバーって、その時有名な僕が見てた YouTuber が来たんですよ。それ見て、うわ、すげえなーとか思いながら。で、その時に当時、名刺交換みたいな感じでやるじゃないですか、ハッピーアワーって。はい、はい。あの時に話してたのが、オルタナでした。そっか、オルタナもじゃあもうそれぐらいの。そうです、そうです。オルタナジャパンさんとその時になんか会ったりとか。オルタナジャパンって色々混じったけど渋谷ジャパン渋谷ジャパンやべやべやべもう含めてのやつなのにオルタナ日本背負ってるみたいなワールドカップ出るみたいな組織ちょっと組織化しちゃったごめんなさいイメージ互いのイメージとかどうでした竹焼きさんはそんなにこう過激っていう感じよりかちょっと気になるスポットがあるじゃないですかそこのスポットを紹介してるっていうイメージだからあの焼肉自販機とかはい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 、はい、で、はい、多分ノートに書きましたよねあーそれ、まあ、とりあえず焼肉自販機があって、はいうん、そこに俺が YouTube 始めるぐらいの時に落書きしてて、はい、でそれで数年後にフィッシャーズが来た時に、はい、この落書きヒカキンヒカキン TV とかで書いてました書いてました書いてました YouTube っ子やったからそれ書いたんですよね、はい、書いてましたでそれをうわなんか書いてるっていう動画でいじって、はい、そうそうそうじゃあそれが実は竹焼き生姜だったそうそうそうなんかすごい絵やんそうなんですだからあの時からもうまあすでに竹焼きさんは僕知ってたあ結構ジャンル幅がむちゃくちゃ広いじゃないですか。僕結構好きなのがあの西成のラーメンなんですよ。はい。ああいう系のやつを、その関西のちょっとこう、面白スポットみたいなのやってるイメージが強いです。西成いけるもんね。西成いけないです、ね。動画で言ったら。動画ではちょっとしづらいです。ちょっと北がうまいとか大好きなんですよ、僕。あー。はい。あのなんか古き良きじゃないですけど、ちょっと行っていろいろと見てみたいなっていうのはあります。それも完全にプライベートで。そうですね。それがこの個人チャンネルやあー確かに確かに僕の個人チャンネルなんでも人のおもろい部分が露骨に出るじゃないですかうんうん、うん、それいいっすよねちょっと垣間見えるというかもう一つの USJ ですよ USJ? テーマパークなんやまあ確かに西成全体が非日常っていう意味ああまあそうっすよねそうっすねまあちょっといろいろとなんかあるっすけどね角度前歯噛むとフィッシャーズのイメージはいはいはい YouTuber にしかわからないその苦悩というか、すごいなって思う部分。ずっとまず続けてるっていうことと、やっぱいろんな YouTuber と関わってくるんですよ。はいはいはい。で、その中でグループの大変さ。うん、うん。何か誰かとやるっていうことがすごく大変。確かに共同って大変ですよ。大変ですよね。まあ言うたらその学生時代からずっとやり続けてて、リーダーでやってて、はい、まあ言ったら束ねる、はい、なるじゃないですか。自分はもうひたすらメンタル折れずにやり続けてるって、はっきり言っておかしいです。意味で深く考えてないのかもしれないです。あすごいフラットにずっと遊び続けてるみたいな感覚。そのメンバーたちの折れちゃったところをこう、頑張れってやるのも、メンバーたちと一緒に目標を達成するのを遊びみたいな感じです。あー、なるほど。だから全体的にまあこういうのあるよねっていう、単純にこう漫画で言うとほんと第何章に過ぎないみたいな感覚に近いです。まあ漫画だとしてもね、何か揉め事があってからの成功というか、そうですね。ワンピースで言うとこう、嘘とか抜けかけるみたいな。あれみたいな感じです。わかんないですけど、はい、リーダーって憎まれ役みたいなことも言わなくちゃいけないことも言わない。あー、そうです。っていう部分も多分全て分かった上で、束ねてるから、ここまで続いてる YouTuber、その中でやっぱ、まあ、全員尊敬してないけど、もうシルク君やっぱりもうすごいなっていう。いやー、嬉しい。ずっと思ってたから、ごめんね、オープニングあんな感じで。いやいや、全然いいっすよ。おい。それ含めて面白かったっすだから。ちょっとじゃあ、インスタで募集したんで、最後それちょっと、はい。読んでいってもいいですか？はい、ぜひぜひ。よく頑張った日の自分へのご褒美は？あー、もうこれっすね。あ、そっか、お酒か。めっちゃくちゃ僕飲むんで。まあ、美味しいご飯かな。あ、結局そこはありますよね、でも。お寿司がすごい好きで。あら！ありますね。え？僕、あの、本当に、むちゃくちゃ見た目肉っぽいじゃないですか。肉食いそうなんですけど。めちゃくちゃリブロース食ってそうやで。骨付きの肉とかも。僕、実は肉あんま得意じゃないですか。一番得意なのはサラダなんですよ。サラダ？あとは仕事のスケジュール決めてる時とか。へぇー、あ、決めてる時が、すごいなんか、気持ちいい。あー、まぁちょっとわかるな。ここ埋まって、ここ埋まって、ここで攻めて、みたいな。ここ攻めて、ここ動画で、あー、わかるな。ここ撮影日にして、じゃあこここれ撮れたらここ編集して。そうっすね。あー、気持ちいい。決まってきたら気持ちいい、みたいな。そうっすね。ちょっとパズルやってる感じです。あー、そう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 。もしお互いの呼び名を変えるならなんて呼びたいですか？あ、確かに今なんて呼んでるし。僕、竹脇さんだと思います。めちゃくちゃ他人行儀。びっくりした。まぁでも、一番呼びやすいなと思ったのは竹さんです。唯一今タケさんって呼んでるのが東海のメンバー。へぇー。タケさんめっちゃ言いやすいっすね。全員タケさん。タケさん言いやすいっすね。僕タケさんがいいっすね。じゃあタケさんで。まあ、僕シルクロードにした理由は、あのシルク姉さんって美容でいるじゃないですか。はいはいはい。あの人がいると、ちょっとなんか商標とかあんのかな、うん、
もうそれで、シルクロードってつけたんですよ。若い頃から考えてたなぁ。だから、シルクさんって言われた時に若干ヒヤッとするんですよね。僕いいのかな、シルクさんで。シルク、シル、全然シルクでも。シルキー、シルキー、シルキーはちょっとなんか、ミル、ミルキー。ミルキーやすね。好きな YouTuber いますか？好きな YouTuber っすか？まず PDS さんって感じですよ。まずは、ね。はい、はい、はい。もう、ぶっ飛んでるじゃないですか、はい、はい。意味がわかんないです。近くに撮るに毎回、ホイつける。なんなんすかね、あれ。本人に本当に聞きたいんですけど、なんか聞いちゃいけないかなと思ってやめてるんですよ。触れたらあかん。そうなんですよ。タブーなんか。あれ多分パンドラの箱なんでやめてます。もう本当ディープなのが好きっていうのもあるんですけど、ミノなんですよ。あー、ミノミュージック。はい、ミノ大好きなんですよ。いろいろと面白い話ですし。知識がすごいから。えぐいっす、ね。何に対しても対応できる。あー、そうですね。ノリもいいんで。それでたら俺も、ダンテ君は、あー。そもそも始めたきっかけが、PDS。多いっすよね。アマテンのラップとか。そうなんですよ。あれ覚えてる？どうですか？ダンテ君とヒカキンさんと。覚えてますよ。マホと。マホさんですね。なんだっけ？ミネさん。あー、わかります、わかります。はい。別室があるんだけど、ちょっと狭っこいところで。で、鍋を。囲んでるやつですね。これいいっすね。福井にはイオンないのご存知ですか？知らんわ、いや。コラボで気にしてることは？あー、面白い。今なんで、ちょうど今なんで。詰めすぎず、離れすぎずっていう、まあ、その距離感っていうか。でも、正直なんですけど、今スマブラやって思ったんですけど、完全に距離感クソ縮まるんですよ。本当にスマブラってすごいよ、ね。いや、もうこれすごいんですよ、マジ、このゲーム。今で、僕ら、その時カリスマブラザーズ、アバンティーズ水溜りボンドで、飯行った日があったんですよ。はい。その時なんかもう誰がおもろいんだみたいな、うわーみたいな戦いみたいになってて、そういう時期育ちというか、だったんで、どうやって距離を詰めたらいいんだろうみたいな。喋ってるし盛り上がるけど、距離縮まってる気しないなみたいな。どっかでマウント取ってる。これって距離縮まってねえなって思って、悩んでた時にスマブラみたいな感じでしたね。これ、任天堂の案件散々話した後にさ、なんか、ショッピングの深夜にやってるさ、やずややずやみたいな。結局そこに戻ってくるってやつ。戻ってくる。結局戻る。私を救ってくれたのはこちらでした。これなんですよって。ドラーンって出てる。そういう意味で、距離の詰め方みたいなのは。スマブラで、そうですね。意識してるのは、はい。まあ、そこできる人がいれば、まあ、詰めれるかなって。でも同じくです。距離感をやっぱり大事にしてて、いや、まあ、嵐のジレンマと同じで、自分の針がやっぱりその近づけば近づく。刺さっちゃうし、向こうの針も刺さっちゃうっていうのが誰しもがあるものやから、適度な距離感っていうのが何事においてもすごいいいのかなっていう。新世代と撮るときと昔の撮るときのこう差というか、そういうもの。新世代の子たちはやっぱいい子たち多くて、そのこっちのことに対して聞く耳を持ってくれることは結構あって、でもたまにこうものすごいパワープレイがあるんです。だから物に言ったらそれで燃えちゃう可能性もあるし、どっちかが悪く映っちゃうかもしれないんで、そこをこうクリアしていくっていう楽しみはあるんですけど、そういうのは考えるのは面白いです、ね、やっぱり。いや、丸いトークだな。なんかもう、でも、いや、すごい、これも楽しい。いや、ほんと僕は結構、俺もすげえ楽しい。どっちもいいのがいいじゃないですか。結局。でも多分これ5年前でやってたら全然違う。ああ、違うっすね。違う。多分もう、若手がダンって来た時に、VS 何々ってなったら、は？こうなってくる。こうなってくと。でもその気持ちもまあ多少は忘れず、やっぱりそうです、ね、エンターテイナーとして、うん、そういう部分が面白いなと思ってくれる人もいると思うんで。そうですね。だから今まで本身でずっと向かってた刀をしまって抜刀できるようになったっていう感覚に近いです。あー。今抜いていい。はい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 、はい。今は抜かない方がいい。振り回すだけじゃないみたいですね。一応持ってることは持ってるけど。そうですね。まだ収まってるよ。まあ企画が企画だからね。そうですね。まあそうですね。そうですね。俺でおらそれこそ序盤のまま行っちゃってるっていう、一番怖いパターンだよ。その部分を見せてもらうのは、次回ね、西成。一番怖いわ、西成のオラーが。一番怖い。それでは改めてありがとうございました。ありがとうございました。フィッシャーズのチャンネルとシルク君のチャンネルは、はい、ありがとうございます。すいません。すいません。すいません。ぜひ、撮ってください。スマブラをひたすらね、する動画なんですけど、はい、別に飛ばなくてもいいかもしれない。まあでも見ると。まあ何かあるかもしれないですけど、僕的にはもう何とも言えない。はい、ちょっと、はい。ぜひご覧ください。見えちゃうんで。お気に入りにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。